今日なんですけど、コラボという形になります。よろしくお願いします。じゃあ、養成所に通ってたジェンダーレスエイジレス、体ボンレス、グラリオサ男です。バイザイマー。はい、ということで、今日なんですけど、こっち寄りに座ってんなっていうことは、コラボという形になります。ここ最近だと、わしのその ASMR 咀嚼音のやつが好評で、音より何より食べてる姿がっていうことになってたんで、じゃあもう普通になんか食っちゃおうかっていう企画にしたいと思います。そこを美味しく食べれるか、なんなら皆さんも一緒に食べてもらえたらなっていう形になります。そしてコラボのゲストなんですけども、こちらの方です。どうぞ。せっかくね、ワシューチャンネルにコラボとして出ていただいたからには、ちょっとエミリンのパーソナリティみたいなのも引き出していきたいなって思ってます。あら、そのちょっと焼肉を食べながら、どうせ好きでしょ。どうせ好きです。焼きますよ。あー、もう、もう美味しそう。もうて熱、もうて熱、もうて熱。もう、かわいい。ごめんなさい、ごめんなさい。あー、牛脂をこんがり焼いて、それを刻んで食べたい派なの。それは、こう見えて意外と食べないんですよみたいなタイプもいるじゃないですか。うんうん、それではない。ちゃんと油好き、体ボンレス。いくかい。どうしよう。わしからしてみると、ちょっと野菜っていうのは、みたいな感じがあるから。まあ、見てらっしゃるお友達の皆さんだったり、エミリン のファンの方々、最後どっちが美味しそうに食べれてるかっていうのを評価としてしていただくという形、はい、取ろうかなと思ってます。しっかり審査お願いします。しっかり審査、どっちが美味しそうかっていう、それだけでいいです。ファースト10を。タンディングオベーションみたいな音で、クラシック音楽聴くよりこっち聴いてる方がよっぽどよく寝れる。しなんてさ、エミリン、その新人の YouTuber なんだけどさ、エミリンはもう何年やってるの。でも私も YouTuber になってからはまだ1年経ってない。そうなの。去年の5月に芸人を辞めて YouTuber になったので。もともと芸人さんなんでしょ。そう、塚地さんは芸人さんじゃないですか。塚地さんって誰。私、あの男なんで。あ、男さん。いや、わしはもうただのもうニート。友達にやってみたらって言われただけで。あ、うん、あ、なるほどなるほど。似てるっていう人はそういう芸人さんやってるみたいな。じゃあ、その話もなんかちょっと知ってるみたいな感じではある。めちゃめちゃ調べた。似てるって言われた以上だから、どういう調べたんだ。調べたの。あくまでも。そうそう。どこの事務所に。アミューズ。アミューズすごいじゃん。だってワケとかいたでしょ。男じゃん。そんなことなんですか。今のカモメンタルやら小島よしおがねいたのがわけだもんね。ちょっとなんかそう違和感を覚えるんですけど、男じゃなかったですね。男です。男ですよ。なんかもともとは、ツイッターで今ちょっと動画載せれるじゃないですか。うんうん、その動画に自分の普通のお笑いのネタ動画を載せ始めたら、うん、それが結構リツイート数が多くなったりとかしてきて、大松ネットで活動した方がいいんじゃないか説みたいなのが見ないからそう言われてて、じゃあやってみようと思って思い切ってパンってやめて YouTube になったら、意外とそっちの方が受け入れてもらえたっていうパターンだったので。すごいね。ちゅうか、ずっと焼けちゃってるよ。入れすぎる。食べましょう。これやばいわ。でもだってこれで審査されてるわけだから、そう、ここを頑張らないとダメってことですね。そうね。イートダックインマウス。イートダックインマウス。うまい。裏切らないわね。どうも簡単に裏切るけど、うん、肉と犬だけは裏切らない。エミリンのチャンネル見てると見た目的なことを言ってんじゃん。そのキスだとかずっとそうなの。もともと二十歳までアナウンサーを目指してたんですよ。すごい経歴。だから私はもっとそこそこちゃんと女子を楽しんでいた人がキス枠になったっていう感じなので、どっちの気持ちも分かるっちゃ分かる。なんか そんな話でちょっとなんか共感するのもなんだけど、わしも芸人始めたての頃は56キロ。ごめんなライムサラス、なんかちょっとややこしい話になっちゃうけど、もう言っちゃうけど、相方とでも言っちゃって、やらせってどこ行った。エミリン来たから言わせてもらうけど、相方はもうちょっと太ってて、二人ともメガネもかけてなかったから似てるってなっちゃって、差別化が図れてないっていうことをずっと言われてたの。あの、わしその養成所にね、わしじゃないな、リキちゃんの養成所に通ってた時に同期にお米屋さんの息子がいて、米だけもらえんのよ。チャーハン作ってね、少ない具材で、そのチャーハンをおかずに白飯食べてたの。そしたらどん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 やっぱ太っていって、太っていったら受け始めたの。やっぱデブは笑われやすい。
しい。わしもちっちゃい頃から太ってたわけじゃないから何のエピソードもない。ねえ、もうこれ男は？あと全然あと全然肉食べてないから。いや、焼きましょう。焼こう焼こう。アナウンサー目指してたのことやっぱちょっと可愛い類いの見た目だったんじゃない？いや、まあでもまあ夢中の中みたいな感じ。わしは痩せてたとてブサイクはちゃんとついてた。いかんせん、まあ、鼻がさ穴丸見えでしょ。アンサムスーツっていうね映画でさ後ろね、似てる人が出てたやつのなんかこうインタビュー見たな。見たな、見たな。ブサイクがハンサムになるっていう映画なわけよ。ブサイク代表の役なの。全国的にブサイクと認められてないとできない役。公式ブサイクいただいちゃいましたね。そう、別の映画を、ね、映画館で見に行った時にその予告が流れたわけよ。そしたらさ、バーンって血に見てる人の顔がアップにあって、この男ブサイクっていうナレーション。ショックでさ、ただ会場ドカーンってね。それがもう皆さんの愛されポイントであり、ブスの成功者みたいな。ブスの成功者って褒めてないでしょ。褒めてますよ。女の子はやっぱ自分より下に見れるぐらいがちょうどいいんですよ。女芸人で売れてる方で本当に可愛い人一人でもいますか？バラエティタレントさんと言われる女の子たち、その子たちと共演してるときに、わしに似てる人がね、例えば可愛い女優さんがいたらそっちを立てて、その子をちょっとディスるみたいな流れなんでしょう。ただいかんせん、そのわしに似てる人は自分自身がブサイク代表だから、バラエティアイドルを可愛いとしか思えないの。ディスれないのよ。だってさ、のろかやちゃんとかさ、菊池亜美ちゃんとかさ、ちゃんとアイドルしてた可愛い子たちじゃない。のろちゃんはないわ、菊池亜美ちゃんないわ、ちょっとって言われてると、いや俺のひどいルックスを所有して学校時代だったら口も聞いてもらえない立場のっていうね、悩みはある。じゃあ男の悩み、そのインタビュー読んだ、そのわしに似てる人の悩みみたい。YouTube やっててよかったなと思うこととかってなんかあるの？芸人時代だったら目の前でお客さんが笑ってくれるっていう感覚ですけど、うんうん、画面通してだと一番印象深かったのは、うん、なんか本当に地震とかがあって、うん、なんか何もできない避難所で毎日エミリンの動画見てますみたいなのが一回お手紙できた時に、うんうん、あ、そっか、こういうことができるんだっていう、めっちゃ真面目な話になっちゃいますけど、うんうんうん、嬉しかったです。この動画が世界で見られてるかもしれないわけじゃないですか。焼肉で調べた外国人、うん、ヒットするわけだもんね。これ男さん自身は今後、うん、キャラクター迷走したりとかしてましたけど、どうなりたいんですか？やっぱり YouTube って自由に自分のこう思ってることを発信できるわけでしょ。そうですね。こんなことをしてねっていうのでわけわかんないと思うの。まあ、ある種テレビじゃさ、もうない話じゃない、うんうん、っていうのをやって、私のその登録者の方とかでもやっぱハマってくれてる人とか、うわもう男好きとか、なんかこうそれこそ使ってる言葉とか使ってくれたりっていうので、やってなかったらそこに届いてないわけじゃない、うんうんってなると、これちょっと やる意義、うん、あるなと思うから、より多くの人に、なんかこうこんな言い方したら気持ち悪いけど笑ってもらえたら。ああ、いいこと言う。そうなんです。まあ、うん、おいしい。ちょっとね、食べさせていただきましたけど、この企画としてはどっちが美味しそうに食べれたかなので、コメント欄にどっちが美味しそうだったっていうのを返してもらえたらと思います。ということで、アイガットゴーダインナーマッスル、オーツーカーレース、サマーデイズ、バイバイモー、口の中。